皆さん、こんにちは。テクニカルアナウスの森口でございます。この動画では、エクセル株投資の決算のね、超えた後の方法について解説をしていきたいと思います。その前に、1日5分の分析から月13万円を稼ぐエクセル株投資。この動画をご覧いただいているということは、きっとご購入いただいたのかなということで、ご購入ありがとうございます。で、先ほどもお伝えしたように、決算編ということで動画を作っていきますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。で、この動画では主に2つ。決算発表前にということと、決算発表を超えたらやることについてね、こんなこともできるよっていう ということを話を話ささせてくださいでまずは今朝発表前にということなんですけどもエクセルが入力済みであることが前提にお話を進めさせていただきたいかなと思います。で、この本を読んでいただくとですね、これの入力方法がすべて書いてありますので,で、フォーマットもダウンロードできるので、もしよろしければフォーマットをダウンロードしていただいた上で、自分なりの銘柄、こんなに多くなくてもいいんですよ、別に。自分のもう数銘柄でもいいので入力しておく。自分の好きな銘柄だけでもいいので入力をぜひぜひ進めてみていただきたいなと といいう,うに思いますただ、これは指標の発売日の数字であって、決算、特に本決算今出てますけども、本決算が出てくるとですね、予想値変わりますよね。なので、見方が大きく変わるんですね。なので、決算を超えたら、こんなことやってみるのはどうですかみたいなことで話をしていきたいと思います。で簡単に言えば、決算の数字でアップデートをしようましょうということで、今日はアップデートの例をね、ご紹介したいなというふうに思っております。例えば、これ実際に私の Excel なんですけどもね、スクリーンホールディングスという半導体製造 装置関連の決算発表がちょうど5月11日にありました、まあ、ちなみにここに決算発表日4月28日ってなってますけどもあの右側の方でねえ前回決算日から90日後で計算したらこれだったんだけどもちょっとずれがあったりするのでここはぜひ調べてみてくださいねで実際に5月11日に本決算発表があって当然この数字が更新されたのでえどういうものを見て更新していくかっていう話をしていきたいなというふうに思いますでまたそのその下準備としましては全体をこういうふうにドラッグをしましてコピーしますコピーして 空いいててるところにペーストをしていきます例えば、エクセルの一番下のところにですね、パンパンとこう。で、ポイントはですね、2行ですね。2行分ペーストしてあげるといいかなと思います。というのは、今の状態と新しくなったものの比較ということになりますので、まあ、そんな風にね、やっていただいたりとか、まあ、えー、感動するという方はもう3とか4とかもう自分の好きなようにやって、ちょっと条件いろいろ変えて比較してみてもね、面白いんじゃないかなと思います。で、下だけ新しい数字に更新してあげることによって、えー、今回の更新でどのように変わったのかな、っていうのをちょっとこの場では 見ていいいきたいかなと思いますで、何を見ていくかってことなんですけども、四季報オンラインを見るのがすごく便利です。これは月額1100円払って僕が見てるものですけども、ぜひぜひ気になる方は四季報オンラインで最新のデータを見てみてください。で、これがスクリーンホールディングスを検索した画面なんですが、下の方にスクロールしていくと、業績欄が出てきます。で、業績欄がこれがですね、2022年。 え、春号時点ということですから、3月に発売された式用のデータがそのまま載っているということですね。で、そこから下にですね、業績予想更新というふうにありまして、更新日が2022年5月11日、つまりこのスクリーンホールディングスの決算が出たすぐ後ということになっております。 で、元々22年3月期、この、ま、四角、赤い四角の部分がここですよね。予想値が決算を超えてもう確定値に変わってますから、こんな感じになったと。で、この点線の部分が、この23年3月期ですよね。え、ここになったということになります。で、24年3月期っていうのが新しく出てきてるよということで、数字がもうすぐにこういうように更新されていますから、これはね、アップデートしてあげてもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、どこにどんな数字を入れるか。まあ、代表例ですけども、こんな感じですね。営業利益が更新されてますから、この 3つをこの3つに変えてあげたりとか、今期一株益来期一株益っていうのもここにね、この2つにもうこうやって変えてあげるということですね。そうするとあとはまあ自動計算で目標株価等が変わっていくようなイメージになっていきます。仮にちょっと入力をしてみると、こんな感じに変わりましたよということですね。えー、ここですよね。 この一株駅984,102.505っていうのを入力してあげるとこんな感じになって、そうすると一株益の平均が変わりまして目標株価が上がり、あとはまあ現在株価にここも更新してあげることによって、目標株価までの上昇率も変わってくるということになっていきます。で、あとはこの営業利益、ここですよね。ここをですね、この数字を、こっちか、こっちの数字を入力してあげると、こんな感じになるわけですね。こんな感じになって、3期増益率、来期増益率っていうのも変わります。 はい。で、えー、ここの見方がすごく重要なんですよね。今、目標 PR まだ更新していないので、目標 PR だけを、ここね、33倍にしてしまうと、あら、上昇率が上がったように見えますけども、えー、単純計算で見ると、ラサンキーズ平均の増益率も、来期の増益率も減ってるわけですから、ここもちょっと調整が必要だということになります。で、これはまあ、ぜひ本を見てみていただきたいところではあるんですが、かなりややこしいので、動画の中でも解説をしたいと思います。まずですね、これを見る上で、開いてほしいシートが、PER 対応表というものを作ってますので、よかった これを探ししててみいていいなという,ふうに思いますで、これを開くとこんな感じの画面になってまして、で、これ何を見るかっていうと、この3期平均の増益率とか来期の増益率をもとにですね、何パーセント増益した時の目標 PR 何倍ぐらいが目安になるかっていう、そういうシートなんですね。まあ、計算早見表みたいな、そんな感じだと思って見ていただきたいかなというふうに思ってます。ちなみに前回の33倍っていうのはどうやって出したかっていうことなんですけども、3期平均増益率が83.1%。ただこれはかなり特殊要因が含まれているだろうなというところで、 期の増益率が29.3%だったんですねなので、まあ、29.3%、約30%。で、30%の時の目標 PR、そして30%成長が3年間続くとするならば、目標 PR33 倍ということで、33パ3倍の目標 PR を設定したということにはなっております。なので、まあ、こんな感じで使っていく。で、やっぱ株式投資って未来を見るので、この増益率がどれぐらい続きそうかなっていうのを、まあ、考えてやっていくんですね。ん,んで、まあ、本当に成長性、持続性がある、そして相場の時代がいいっていう時には、 5年ぐらい先を見るかもしれないですけどもその試合が悪ければ悪いほどこっちにより無難により短い期間で設定していくことがすごく重要かなと思って5年ではなく3年で見てるということでございましたで、今回、A、本決算が出て来期の増益率がぐっとまた減ってしまった16.5%と11.4%ということですからまあ、10%、15%この辺の目標 PR の中から選んであげるのがいいのかなとそして5年目だとちょっと楽観的すぎるのでやはりこちらも3年目を選択してあげるぐらいがちょうどいいのかななんていうふうには感じてますなので、まあ、2年目 20倍とかをちょっと当ててみましょうかという形ですね。はい、こんな感じになりました。20倍をここに入れてみると、目標株価が2869。えー、本来は324414という目標株価だったものが、上昇率もね、ちょっと少なくなってしまったということですね。で、ついでにいろいろ他にも更新していくとですね、こんな感じの数字になりました。まあ40、40%ルールとかも少し減ってますし、えー、増収率も少し減ってると。あの、決して悪い決算ではなかったと思いますし、えー、来期もね、増収増益になるってことですから、 いいんですけどももう少し上振れればなぁ、インパクト強いんだけどなぁ、みたいな。まあそんな感じで更新ができるということです。なんとなく決算を見るというよりは、やっぱこうやって数字で見るのが僕は好きなので、ぜひぜひ決算が出ましたらこのような形で更新をしてみると面白いんではないでしょうか。ということでまとめでございます。まず決算発表前に Excel ができていればこれができるよという話でした。で、もし決算を超えて予想値が変わっていれば、今回は本決算が多いですから、ほとんどのね予想が更新されているわけですけども、第1四半期、第2四半期でも業績収 修正があったりすると予想が変わりますよねそうすると数字が打ち替えられる可能性がありますから予想がもし変わればね更新ができますよということですでまあ全体的に上振れていれば単純に情報修正だから投資魅力が増してるんではなくて目標株価とかがちゃんと上振れるとか利益率や40%ルール等も含めて投資魅力がどうやって 回していくのかっていうのはね、網羅できるようになってるので、よかったらですね、ぜひ、えー、数字を更新してみて、えー、上振れをしてみてくださいということになっております。ぜひですですね、こういったことがエクセル株投資読み込むといろいろね、アイデアとして出てくると思います。で、今日紹介したのはあくまでも一例です。別に僕がこれをたまたまやってるだけであって、皆さんの好きなように使っていただければなというふうに思うんですが、使い方はもう無限にあると思いますから、ぜひぜひここからヒントを抜きぬ、抜き取って、かつ、えー、フォーマットをダウンロードしていただいて、ぜひぜひご活用いただければと思います。改めてご購入 まだ買っていないという方はぜひぜひご購入、券ご検討ください。それではまた明日の YouTube でお会いしましょう。さよなら。